ライオンズは1回中村のタイムで1点を取ったのみ。代打の切り札の一人でもあります大崎雄太郎。左中間へ、浅く守っていた外野の棒、完全に上を越えてきました。三塁を回った、ホームイン、勝ち越し点はライオンズ。またしても代打大崎やりました。2対1、埼玉西武が延長10回の表勝ち越しに成功です。先頭のフォアボールをきっかけに送って、そしてランナー返しました大崎。おとといに次ぐ殊勲、2対1。ロッテ増田打たれました。大崎に逆方向へ、今のボールです。その前のファールしたボールがそれよりまた厳しいボールなんですよね、それより中に入ってきましたから、はい、まあその辺がちょっと甘く入ってきたところ、うまいこと打たれたかなって感じですよね。まあちょっとね、まだボールが掘れるカウントだっただけに ね、ちょっともったいないかなっていうところはありますよね。なるほど。ということはその前のバントも含めカウント自体は本当ずっと有利だったわけで。そうなんですよね、もうピッチャー有利なカウントで勝負ができてるだけにね、ちょっともったいないかなっていうところありますよね。もう一つ最新の注意を払っていければというところでした増田。